マハーバト・ハーンマハーバト・ハーンは、ムガル帝国の政治家、武将、財務官、軍曹司令官、ベンガル大使でもある。マハーバト・ハーンとジャハーン・ギール及び巫女マハーバト・ハーンは、カーブルの著名で、なおかつ裕福なリズビー、サイードの家系に生まれた。彼の父はイランから、アフガニスタンのカーブルへと移住し、そこの部族に同化した人物だった。マハーバト・ハーンは、 カーブルで事実上独立の立場を取っていた、ムガル帝国の皇帝、アクバルの弟ミールザー・ハキームに仕えていた。だが、1585年10月に、彼が死亡すると、帝都デリーへと基準した。マハーバト・ハーンは、ムガル帝国の軍隊に入り、アクバルの皇太子サリームに仕えることとなった。彼はすぐに、サリームに気に入られ、500人の兵士を与えられた。1605年、 サリームがアクバルの死により皇帝、ジャハーン・ギールとなると、マハアバト・ハーンはさらに千の兵を与えられ、帝国の財務官にも任命された。1622年、マハアバト・ハーンは、ジャハーン・ギールの巫女、フッダムが反乱を起こすと、その鎮圧を命じられ、1623年にフラムを破って勝利した。彼は、ジャハーン・ギールによってその功績を認められ、7000人の 兵の指揮官に任命されるとともに、軍総司令官にも任命された。しかし、皇帝ジャハーン・ギールのヒヌールジャハーンはこれを心よく思っていなかった。彼女は、マハーバト・ハーンが、パルウィーズを後継者に推していたこと、また与えられた権限の大きさとその高まった威信と、権威を恐れていた。そのため、マハーバト・ハーンは、ベンガル大使に任命され、ベンガルと左遷させられた。 1626年、マハーバト・ハーンは、ベンガルに留まるか、あるいは、皇帝のいる宮廷に赴くかを選択させられたとき、者の選択をした。このとき、彼は、自身に、忠実なラージプートの兵士も率いたまま、ジャハーン・ギールとヌール・ジャハーンのもとへと赴いた。そして、マハーバト・ハーンは、パンジャーブのラホールの宮廷に到着すると、 ヌールジャハーンを部下に命じて捕らえさせ監禁させ、事実上クーデターの形で権力を握った。だが、ヌールジャハーンの必死の説得により、マハーバとハーンは彼女を解放したばかりか、その軍門に下ってしまった。彼自身非常になることができず、また独裁者となるつもりもなかったのであろうと、考えられる。シャージャハーンの即位式に出るマハーバと、ハーン同年10月、マハーバと、 ハーンの支持していたパルビーズが死ぬと、それから間もなく、彼はミコ・フッダムと争い始めた。ヌール・ジャハーンは二人の排除を試みたがたが、同年に、ジャハーン・ギールが急死した。そのため、マハーバとハーンはフッダムの陣営に行き、彼に基準するところとなった。彼はフッダムの行位継承に尽力し、1628年2月に、フッダムは、シャージャハーンの名のもとに即位した。 その後、マハラバトハーンは、ラージャスターンのアジメール大使に任命され、デカンへと赴任した後、1634年10月に、パリンダー死亡した。ありがとうございます。